長谷博知事は能登半島地震で被災した能登町の酒蔵を訪れ、蔵の被害状況を視察しました。能登町の和間酒造は創業155年の歴史がある能登を代表する酒蔵です。地震で蔵全体が傾き、壁に穴が開くなどの甚大な被害を受けました。すぐにでも復旧を始めたいものの、修理業者の手配がつかないことと、断水も加わって酒造りを再開する見通しが立っていません。和間酒造は現在の蔵を再建して新しい設備を整えるための新規融資と従業員の雇用確保を訴えました。長谷知事は経産省の協力も得て課題に応えたいとしました。一つのなりわいだけど、文化として考えてますね。能登当時という文化ですから、我々酒蔵の皆さん、この場所でみんなそれぞれの地域でもう一回復活しようということで、みんな励ましもにもなりましたし、元気もいただきましたし、また新しいお酒を作って皆さんにお届けしたいなという気持ちになりました。穴水町ではブナシメジを生産販売するミスズライフ能登工場と能登ワインのワイナリーを視察しました。どちらも製造に欠かせない工場や畑に大きな被害はありませんでしたが、断水が解消されていないため事業を再開できていません。ミスズライフ能登工場では従業員24人すべてが被災、現在も半数が出勤できない状況だということです。一番心配するのはやっぱ工場が再建できても従業員がすいません帰ってこれるようになったらちょっと大変なんで。穴水町では水道の復旧が来月中旬となっていて、能登ワインは復旧と同時に本格的な出荷を始める予定です。ミスズライフ能登工場は今年6月に再開を目指していて、10月頃に初出荷を迎えるということです。